古きを訪ねて新しきを知る LSB プレゼンツ現場 DX 研究所。こんばんは、番組パーソナリティ LSB 代表の横井大輔です。番組アシスタントフリーアナウンサーの松井さゆりです。 LSB プレゼンツ現場 DX 研究所、この番組は本校自身をコンセプトに今と昔ながらの知恵を紐解き、ビジネスとしての学びや気づきを DX という視点から探索する対談番組です。はい、先週はイレギュラーのため金曜日の放送でしたので、そうですね、土日挟んで3日ぶりっていうねそうですよ、いいんですかこんな頻度でいやいいんですよ本当ですよ、皆さんも、はい、なんか申し訳ないなっていう気持ち。何がですか、こんな、いやそんな何がですか言われるとすいませんしか言えませんけど、なんかこんな3日でいや、いいじゃないですか。この番組終わった後に必ずオンエア後にですね、はい、X でアフタートークを流して、はいはいますけれども、リスナーの皆さんもしよかったら、はい、フォローしていただきたいんですが、うん、そこで芸術の秋ということで、はい、前回お絵描き対決しましたね、はい、まあ、まあ松井画伯が、いや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 横井画伯、いや僕ね図工2ってお伝えしましたよね、はい、いやでも本当にとは思えない。本当ですか、はい、定規をね使っても線まっすぐ引けないっていう、はい、ちょっと斜めになったりとか、はいはい、まあ、絵のセンスは本当ないんですけども、うん、まあ、お絵描き対決しましたので。そうですね、はい、アフタートークもね結構皆さん見てくださって、はい、はい、なんかすごい再生回数が数千、ね、私見た時は、はい、500回とか1000回ぐらいしかなかったのがもう1万近く、うん、おーすごい、はいね、どんどん回していただいて皆さん ね見ていただきたい、はい、うん、ですね、はい、でですね、番組でいつもメールを募集しているんですけれど、はいはい、今日は番組の感想ということでいただきました。久しぶりじゃないですか、ね、え皆さ ん、ね、もっと照れずにいただきたいそうですね、はい、ぜひメールいただきたいんですけれど、はい、ラジオネームメロン好きのメロンパンナちゃんさんからいただきましたかわいいラジオネームですけれど、はいはいはい、先日の日記アーキテクチャの木村さんのお言葉に胸を打たれたので筆を取りました。はい、継続することは簡単ではなく、もともとある DNA を大切にしながらも心ぶれずに続けるということまたやっているからまだやってると周りから感じてもらえたら大成功だと思います。はい、またやってるなからまだやってる、うん、私は秋っぽいところがあるので木村さんの言葉を聞いてハッとしました、はい、ちょうど仕事で悩んでいたところでやめようかと考えてみたりもしましたが、周りからそんな風に思ってもらえるまで続けてみようと思いました。木村さんのおかげで継続は力なりだと気づくことができました。そうですね、大阪関西万博の工事が遅れていること、 3D プリンターで家を建てることができることにも興味を覚え、早速自分なりに調べてみたのも新たな気づき、そして知識となり楽しかったですと。あ、いただきました。いいですね、この番組割とこう業界の専門家の方にたくさん出ていただくので、はい、知らない言葉がたくさん出てくると思うんですけれども、うん、はい、そういう言葉って今皆さんスマホをお持ちなので調べていただくと結構、あ、こういうことをおっしゃってるんだなっていうのがリアルに分かりますからね、うん、そうですね、ありがとうございます。で、知らないことで言うと、はい、この方毎回難しい言葉を分かりやすくリスナーへ届けてくれる横井さんの大ファンです、はいはい、本当ですかいただきました。これからも体に気をつけて、はい、心躍るようなどこにもない新しいものを作り出し、皆さん笑顔にしてください。いつも応援しています。ありがとうございます、はい、ね、頑張りますね、励みになりますね。すごいですよ、横井さん、ね、いやいやいや、メロンパンダちゃん、はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、はい、さて今週ですけれども、はい、今週は先日文化放送メディアプラスホールで行われました LSB のユーザーカンファレンス LUC2024 の模様をお届けいたします。はい、このイベント少しですね、全体少し振り返ってみたいと思うんですが、はいはい、毎年ですね、当社のお客様を、お招きしたユーザーカンファレンスというのをやってまして、はい、で今年で3回目文化放送さんで、やらせていただくのは3回目で、はい、毎回そのゲストの方に来ていただいて、うん、パネルディスカッションをやったりしてましたけれども、今年は、はい、森永康平さんに出ていただきましたね、はい、そうですね、テーマは、はい、
現場リープというリープというのは LEAP と書いて、まあ飛躍という意味なんですけれども、それを作りまして、まあ、飛躍というのは、他の言葉ではよくジャンプとかですね、言いますけども、ジャンプというのは飛躍の動作そのものを指すんですね、はい、リープというのは飛躍した結果のことを言うんですけども、DX に取り組まれたのが大体まあ3年前とか4年前に取り組まれている企業様が、まあ、3年4年経ってですね、どれぐらい実際に飛躍をされているのかというようなお話の、カンファレンスでございました。はい、はい、では LUC2024 の中で行われました横井さん、そして経済アナリストの森永康平さんとの対談の模様をお届けいたします。はい、現場 DX 研究所今夜もスタートです。エルイズビープレゼンツ現場 DX 研究所、この番組は IT で人生を演出するエルイズビーの提供でお送りします。現場の DX はダイレクト、 DX の基本は使う人に寄り添うこと、現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャット、ダイレクト。現場チャットダイレクトで検索。まずは無料版から。エルイズビープレゼンツ現場 DX 研究所。ではここからはですね、ゲストの方をお招きして横井さんとの特別対談をお送りしたいと思います。それでは早速お呼びいたしましょう。株式会社マネネ CEO で経済アナリストの森永康平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では横井さんもぜひマイクをお持ちいただいて、はい、よろしくお願いします。森永さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。森永さんをお呼びしたのは、私が朝ですね、文化放送のおはようテラちゃんという番組を聞きながらランニングをしてて、水曜日のコメンテーターで、はい、すごくこういろんな世情に切り込んでいただいて、あ、ここまでこの方は切り込むんだっていうですね。他方で日本放送ではお父さんがすごい緩い番組をやってらっしゃって、はい、このギャップもまた私すごい好きで、今日ありがとうございます。楽しみにしておりました。では早速特別対談スタートいたします。テーマは横井さん、いかがでしょう。はい、今回のテーマはこちらでございます。企業価値向上のための DX 戦略というテーマでございます。はい、こちらは横井さんがテーマを選ばれたということですね。はい、はい、これはなぜかというとですね、DX というのはやっぱりなかなか直近ですぐにこう成果が現れにくいです。やっぱりデータを蓄積してそれを活用してというところが DX ですので、はい、蓄積をしている段階でも、企業活動ですので成果を求められると。それが売上利益という面で短期的にこう成果を求められると、なかなか進めていく方も大変だと思うんですね。ですので、全体の企業価値に対して DX に取り組んでいるというのは、きっと価値が上がっていると、つながっているのではないかというところで、これを森永さんに教えていただきたいということでお願いしています。はい、ではまずはじめにですね、企業の DX 取り組み状況、こちらから伺いたいと思います。はいはい、まず企業価値ですけども、これ上場している会社は株価が企業価値と、全体的ではないですが一部言われますけれども、この企業価値向上を正しく理解したいので、森永さん、企業価値向上とはというところでお聞かせください。一番分かりやすいのはですね、やっぱりこの売上の規模であったりとか、利益額そのものの規模もありますし、はいはい、あとはやっぱその DX やると生産性が上がるので、利益率がどれぐらい向上したか、はい、であとは意外と見られないんですけど、本当に大事なのは結構有形無形問わず資産の増加してるかどうかなんですね。はいはいはい、よく日本の会社はその有形資産は結構評価するんですね、ビルを持ってるとか、はい、でも実はまさにご指摘あった通り、 DX 進めていくと通常の企業活動をやってても勝手にデータが溜まっていくんですよ。はい、でこのデータってなかなかこう財務諸表とかには反映されないんですが、いわゆるこういう無形資産の増加、これも DX を進めることによって増える企業価値の一つだと思いますね。なるほど、DX 活動の中で蓄積されてきたデータそのものに価値があるということですね。と思いますし、社内にデータアナリストとかがいる場合だと、その溜まったデータを誰でもこう見やすくするように
綺麗にクレンジングしたりしてくれるので、うんうんうん、そうするとより無形資産の価値っていうのは上がるなと思います。なるほど。DX は実際企業価値に、影響しているところでいうと どのように影響しているでしょうか。やっぱりですね、本来は株価なんですよね、上場している場合は、はい、ただ上場している企業の株価って何に基づいて決まっているかと利益で決まるので、はい、そういう意味では別に上場してなくても DX やってどれぐらい利益が上がったかっていうところがポイントになってくると思うんですが、はい、ただ先ほどちょっと講演でも触れましたけど、いわゆる DX 銘柄って経産省が言ってる企業もそんなに実際株価上がってないのを見ると、はい、おそらくやっぱりまだ日本においては DX って言ってはいるけど、うんうん、実際やってるのは DX とまでは言えない、はい、デジタル化止まりなんだろうなと。それがもう投資家には見抜かれちゃってるんで、うんうんうん、DX 銘柄であっても株価が上がらないんじゃないかなと思いますね。なるほど。生産性っていうのは効率よく稼ぐということで、はい、そこは、なかなか効率にまで影響が及ぼせてないというような状況なんでしょうね。そうですね。だからやっぱりまだ本当の意味での DX っていうのはもう道半ばっていうか、うんうん、まだ一歩も進んでないっていう企業の方が圧倒的に多い気がしますね。はい、ありがとうございます。で、うまくいっている企業事例いくつかあると思いますが、こちらを教えてください。そうですね、私が実際にちょっとお話を聞いたりしたこともあるのを含めて言うと、はい、例えばキューピーさんとかはその原材料の不良品、これの検知を今まで人がやってたりしたのをもう AI に任せてしまうっていうこともやってますし、似たようなケースでいうと八千代エンジニアリングさん、はい、ここも AI でその河川のコンクリート護岸の劣化を調べるというのをやってたりしますので、基本的に今まで人がやっていたっていうものをもう AI にやらせてしまう、自動判定すると。そうですね、そうすると当然人件費もかからないですし、人がやった方が見つけやすいっていうケースもあるらしいんですけど、はい、ただやっぱり AI がやった方が細かいところまで気づけるとか、うんうん、あとその検知にムラがないって言いますね。あ、人がやっちゃうと例えば今日なんか眠いなみたいな時とか、うんうんうん、ちょっと気が散っちゃってる時にやると見逃したりするしますけど、はい、AI そういうのないんで、うんうん、そういうのやってるっていうのはよく聞きますね。はい、はい、ありがとうございます。では続いてですね、 DX を成功に導くためのポイントについてこちらをテーマにして伺いたいと思います。はい、 DX 成功のポイントですね、こちらの DX 人材という言葉よく皆さんお耳にすると思いますけども、はい、これ DX 人材ってじゃあどこにいんのっていうまず話があって、この人たちを育成するにもですね、やっぱりリスキリングが必要不可欠だと思いますが、こちらのポイントについても教えてください。理想はやはり社内にも DX 人材を育てられる人っていうのがいるのがベストなんですけども、はい、ただやっぱりいろんな会社さんの話を聞かせてもらうとなかなかそんなのいないと。うん、多くの会社さんが今やってるのはいわゆるそのコンサル、デジタル系のコンサルのところにも依頼して、はい、とりあえず一回社内に入ってくれと一人、はいはい、でその人に育ててもらって一人立ちできるなってなったらあとは内製化するみたいな形のステップを踏んで人材育成をやってるところが私が聞いてる中だと圧倒的に多いパターンですね。それは先ほどのデータ、蓄積されたデータをクレンジングするような人材とかですか。例えばそのデータアナリスト的なのを育てたいっていう場合はまさにその通りですし、はい、あとはそもそもデジタル化できてないみたいな時はまず DX の一歩手前としてデジタル化するための人材を外から持ってきて一回社内をまず一旦デジタル化しましょうと、はい、そこから先に DX に進展させるっていう本当にこうステップをどんどん踏んでいくっていう形でやってるところが多くて、はい、今全然デジタル化してない会社が急にいきなり本当の DX をやろうとすると、はい、そもそも何もないじゃんっていう話、言葉すら通じないかもしれません。そうですね、だからやっぱり結構その経営者ってせっかちなんで、はい、DX 元年とかっていうとその1年目からなんか利益がすごい伸びるとか、はい、そういうのを期待しちゃう人たちってすごい多いんですよね。そうですね。でもやっぱ今言ったのを理解していただくと分かる通りで、まず DX やるためにはデジタル化しておかなきゃいけない、はい、はい、でそこのステップの間って別に儲かるわけじゃないので、はい、だこの DX 化ってやろうと思うとそのなんか1年でどうとかって話じゃなくて、うんうんうん、やっぱ中長期の戦略として掲げとかないといけない、はい、だから経営者も DX やるって本気で言ってるんだったら、はい、
担当の人たちにお前ら来年利益何倍になるんだみたいな、はい、そういう圧をかけるのは良くないなと思います。時間軸って、まあ、業種によっても違いますし、うん、なんていうか1年2年では成果出ないと思うんですけれども、まあ、それでも10年やってますとか20年やってますっていうとこれはやってないに等しいですよ ね。どれぐらいの時間が、まあ、一般的にその、うん、ああ成功したねなんですかね。私が実際に働いてたりとか外から見てたケースで言っても、はい、なんかようやく回り始めたなって思ったのはやっぱ3年ぐらいですかね。短くても、はい、やっぱ1年目はもういろんな社内衝突が発生して、はいはい、ここはデジタル化しちゃいけないんだっていう、うん、なんでって聞いても理由は返ってこないんですけど、はい、なんかその職人ぶってる社員がいるんですよ。これはデジタル化しちゃいけないみたいな、はいはいはい、いやするだろうっていうのを、はい、まあ、1年かけてなんとかデジタル化していって、はい、でようやく全部デジタル化し終わるのに1年ぐらいかかって、はい、で2年目で全部データドリブンで全て戦略の見直しとかやってみて、はい、でそこでなんかこうノウハウが社内的にたまってようやく3年目になんかこうデジタルをデジタル化したことによって出てきたデータに基づいて意思決定して結果が見えるみたいな。やっぱ最短でもやっぱ3年ぐらいかかっちゃってるなという印象がありますね。まあ規模の大小でもう少しかかったりもすると思いますけれども、はい、やっぱ3年ぐらい見とかないと、うん、もう来年からこれで売上利益伸びるんだみたいな経営者の皆さんはちょっと考え方を改めた方がいいということですね。そうですね、もちろんその社員数が10人未満とか、はい、ちっちゃいところだったらもうちょっと早くなるかもしれないですけども、はい、やっぱ100人とか500人とかこう規模がでかくなると、はい、なかなか難しいなっていうふうに思いますね、はい、あの費用対効果というところなんですけれども、うん、こう評価方法がまた難しいですよね、はいはいはい、こう DX したから伸びたのかっていうところに一概に言えないこともあったり、うん、まあ、企業ですから特需みたいなものもあるでしょうし、はい、こう費用対効果って、まあ、例えば DX が影響したよみたいなところをこう見極めるポイントというかですね、費用対効果をまた高めていくみたいなポイントって何かアイデアありますか？僕が結構関わった会社でやってたのは、はい、売上も利益もとにかく細かくセグメント化して出せっていう話をしてるんですね、はい、でやっぱりこうすごい大雑把な会社って今年うちは売上5億だったみたいな、はい、もうなんかそれだけしか言わないんですよ、はい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 、例えば事業セグメントってみんなあるはずで、はい、その5億って どの部門がどれぐらい稼いでトータル5億なんですかっていう、そのセグメントごとにまず売上も利益も出していくと、はい、でそうやってやっていくとこのセグメント自体は例えば利益率が 20% 上がってるんだけども、うん、その 20% 上がったその増益の要因を一応寄与度分析っていう形で、はい、じゃあ何によって寄与が起きたのか、単純に人削ったから人件費が減って利益率が伸びたのが何パーセント寄与してるとかって全部寄与度分析させてるんですね。なるほど。そうするとデジタル化で実際のところはこれぐらい利益伸びたねっていうのが、まあ、ざっくりと見えてくると。なるほど。なのでこれは結構、まあ、会社の規模にもよるんですけど、経理部とかに会社の業績を帳簿つけさせてるだけだと、はい、なかなか難しいです。だいたい経営企画の人間一人貼り付けて、はい、その経理財務的なその財務諸表と経営企画として持つそういう細かいセグメント分けした社内で使う PL みたいなものを2つ用意させて、はい、そっちで判断しろっていう指示を僕はよく出してますね。あ、はい、なるほど。まあ、細かく売上や利益を分析していくとそれぞれの施策が見えてくるじゃないですか。そうですね、はい、で例えばですがこう人を減らしたことでこう人件費分がまあ利益に乗ってきましたよっていうのも細かく分けるから見られるんですよ ね。他方でやっぱり日本の企業って属人化しているって一人のスーパー支援の女性が何でもかんでも握っててその人が休むと会社回んないみたいな会社って結構あると思うんですが、はい、それをやっぱりもっとデジタル化していくと。そうですね、データ化していくということなんですね。だからこのデジタル化の一つの障壁はまさにそういう人たちで、はい、やっぱそういう人たちって自分の存在価値をなんか削りたくないから、はいはい、全部なんかこう分かんないようにするんですよ。あ、俺がいるから俺に聞いてこいみたいなのをする人たちがすごいいるんですけど、昔そういう人だらけだったですよ ね。 こうそうですね、わざわざ仕事を教えてもらうんじゃなくて盗めみたいな感じの世代、私はあの新卒の頃そんな時代だったんですけども、はいはいはい、今でもそういう方っていらっしゃるんですか？いや今でも IT 系の企業にやっぱそういうおじさんみたいにいるんで、はい、
まあ多分やっぱそこなんですよね、うん、そういう人たちと衝突しながら、だからなんて言うんでしょうね、そういう人心掌握術こそ逆に DX ができないんだみたいな。なるほど。だから僕はまさにそういうところをやってたので、はい、もうおじさんに大丈夫ですよと、デジタル化してもあなたにはあなたの良さがあるでしょみたいな、はい、全然デジタルと関係ないなんかメンターみたいな感じになりつつ、どんどんこう気持ちよく剥がしていくっていう、はいはいはい、まあ、コミュニケーション力も相当必要だということですね。だから規模が大きくなればなるほどそういう人も増えていくんで、デジタル化するってなると、例えば俺はこれからデジタル化担当になったんだってなると、なんかすごいかっこいい仕事を任されてるように思うかもしれないけど、はいはい、実際やってるのはそういうおじさんとかおつぼねの機嫌を取りながら仕事を剥がしていくっていう、はい、結構笑ってらっしゃる方いらっしゃいますけど、大丈夫ですか皆さんの会社も。いや多分笑ってる人は経験してるんだと思います、はい、で他方でこう DX でやっぱりトップの理解っていうのはすごい大事だと思いますけれども、うん、こうトップ経営層ですね、はい、求められることってどういうことでしょうか。いやこれはもう僕毎回言ってるのが、はい、とにかく新しいものは全部自分が触れろって言ってますね。新しい技術とか出てきて全部それが自社にとって役に立つとは限らないですし、はい、別にそれが莫大な利益をもたらすかどうか分かんないんですけど、はい、やっぱ常にトップが新しいものをとりあえず触ったことがあるっていう状況を作っておかないと、はい、社員もやっぱアイデアを上げづらくなりますし、うんうんうん、社員とのコミュニケーションはできなくなっちゃうと思うんですよね、はいはい、なのでまあ少し2年ぐらい前とかにチャット GPT みたいな話が出てきた時に、はい、まあ、その AI とかを自社で使えるかどうかはさておきながら、はい、まあ、別に触るのはただじゃないですか。そうですね。それぐらいはとりあえずやっとこうよって言うんですけど、はい、意外とそういうアドバイスをしてもなんか忙しいからとかって理由つけてやらないトップっていうのはやっぱ非常に多いですよね。あ、とにかく新しいものをトップが触っている、うんうん、これがすごい大事だと思いますね。あ、ちょっと手前味噌の話をするとですね、この間私ども関西支社を大阪の JP タワーというところに移転した時にですね、はいはいはい、そこでそのビルのオーナーで、郵政の方とあと JR 西日本の社長さんがいらっしゃったんです、うん、で JR 西日本さんって当社のダイレクトというチャットを全社で導入いただいてまして、もう周りにですねお付きの人がいっぱいいたんですが、もうなんとか突破してですね JR 西日本さんの社長の方と名刺交換しに行ったんです。で名刺を見せたら私の名刺にはダイレクトのロゴがあって、あ、これ使ってるよって言ってくださって、 JR 西日本の社長さんがですね自分のスマホで当社のダイレクトを見せてくれたんですね、うん、でトップがちゃんと使ってるよってこう言ってくださったのすごく嬉しかったんですけども、うん、JR さんもすごい DX 真剣に取り組んでらっしゃる会社でございました、うん、僕がちょっと言いたかっただけですいませんあとですね、うん、こう中期長期で取り組むべき DX 戦略について最後にちょっとお伺いしたいんですけども、こちらいかがでしょうか。まあ、やっぱり一つはもう中長期で考えると、もうノウハウとかっていうものは全て仕組み化して見える化するっていうのが大事だと思うんですよね、はい、やっぱりこう会社中期長期って経営していくと、やっぱどのタイミングで誰が辞めるかも分かんないですし、はいはい、あんまりいい話ではないですけど、別に必ずしも転職で辞めるとかではなくて、はい、実際私が過去にいた会社でも結構上の経営層の方の一人が病気で急に亡くなっちゃったってことがあって、うん、はいはいはい、そんなの避けようもないし、そうですね、本当にその時はもう本当休止に近い感じで、誰も当然ご本人もご家族の方もそんなになると思ってなくて、はい、でもその時もやっぱり結果的にその会社が大きなダメージを受けなかったのは、やっぱその亡くなった方っていうのはすごい理解のある方だったんで、はい、隠して自分の価値を上げるみたいな、そういうせこいことをやる人じゃなくて、はい、全部自分の持ってるノウハウとかってドキュメント化してくれてたし、はい、作業は全部仕組み化してくれてたので、なるほど、まあ、その人がやってたことっていうのは結構機械的に異常できたりしたんですよね、はいはい、なのでこのデジタル化 DX とかを進むと、まさにこれがより楽になるので、はい、とにかく全てを透明化する、うん、もうやってることも持ってるノウハウも全て共有して透明化して仕組み化してっていうのを徹底的にやる、はい、うん、でこれよく属人化する部分がなくなっていくから、はい、自分の存在価値がなくなるっていうのを怖がる人たちって結構年上の人に多いんですけど、はい、いや本当にそんなことないんですよ、うんうんうん、別にすごい人は別にすごいままなんです。そうですね、すごくない人は別にすごくないままなんで、はいはい、過度にそこを怯えなくていいよっていうのは結構言ってますが、はい、実際現場に立ってみると、なんか DX 進んじゃうと俺の価値はっ
って思ってビビっちゃってる人は多い印象がありますね。はい、ちょっとそろそろすみません、はい、お時間が来てしまいまして、ありがとうございます。はい、貴重なお話本当にありがとうございました。横井さん、はい、お話を伺っていかがでしたか。やっぱ属人化っていうキーワードが一つ出ましたけれども、まあ、属人化しているものをデータにするとその人が仕事が減るんじゃなくて、また新たなその人しか出せない価値ってたくさんあるはずなので、そこを突き詰めてまたそれをまたデータに起こしていくという、このこう繰り返しをしていくと企業はもっともっと成長していくんじゃないかなというふうに思いました。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。森永さんもありがとうございました。ありがとうございました、はい、最後何かのお知らせなどございましたらぜひこの場で、じゃあぜひ来月第1土曜日に博物館に来てください。10月5日ですか。そうですね。所沢ですか。新所沢ですね、はい、ちょっと歩きますが、はい、調べてみてください。はい、はいはい、ありがとうございました。ということで特別対談、企業価値向上のための DX 戦略でした。改めまして森永さんに拍手を送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。現場の DX はダイレクト。DX の基本は使う人に寄り添うこと、現場の全員がきちんと使いこなせることが大事です。ダイレクトは若者からベテランまで誰もが簡単に使えることで高い支持を得ています。立って働く人のビジネスチャット、ダイレクト。現場チャットダイレクトで検索。まずは無料版から。現場 DX 研究所エンディングです。はい、横井さん、森永さんとの対談いかがでしたか。はい、非常にですね、マクロ経済を常に研究されている方なので、はい、非常に分かりやすいお話たくさんいただきましたけれども、うん、まあ、そんな中でも今回はそのマクロだけではなくてミクロの、はい、各企業の DX についてのお話もいただいたりとか、あとやっぱりその DX に取り組んでいる人が抱えている課題って、うん、成果がなかなかその出にくい時に、来年どうするんだって企業さんってその DX の予算を、来年度の予算を編成するときに、まあ、成果が見えにくいとどんどん予算を取っていくのが難しくなってくるんだけれども、はい、それは直近で考えたらそうなんだけども、3年とか5年スパンで考えると今やってる取り組みって絶対間違ってないと、うん、でそれが企業価値向上につながっているというようなお話をいただいたので、多分 DX 担当者の皆さんもこの放送を聞いていただくとですね、この後、まあ、社内にどういうふうに自分の取り組んでることを説明できるかとかですね、どういうふうに理解者を増やしていくかっていうことの参考になったんではないかなというふうに思いますね。はい、はい、改めてね、森永さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで次回です。次回は新料理熱工業株式会社からデジタルトランスフォーメーション推進本部デジタル推進企画部施工プロセス課小菅太郎さんと金山あゆみさんゲストにお迎えいたします。はい、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。番組への感想、ビジネスに対する質問、横井さんと私松井聞きたいことを寄せください。メールアドレスは dx@joqr.net dx@joqr.net です。はい、ということで現場 DX 研究所、ここまでのお相手は横井大輔とフリーアナウンサーの松井さゆりでした。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。 LEASB プレゼンツ現場 DX 研究所、この番組は IT で人生を演出する LEASB の提供でお送りしました。